現在新型コロナウイルス感染症の陽性者が急増をしつつあります。そのため医療提供体制が逼迫しつつある状況となっております。そのことから長野県は全県に医療警報を発出をし、諏訪県域の感染警戒レベルを4に引き上げました。社会活動をできる限り維持をしながら、感染拡大に歯止めをかけるためには市民の皆さんのご協力が不可欠であります。どうぞ皆さんご協力のほどよろしくお願いをいたします。基本的な感染防止対策の徹底として、手洗い、手の消毒、こまめな換気、3密の回避などをお願いいたします。また近距離で人と会話をするときはマスクの着用をしてください。ワクチン接種についてぜひ接種をご検討ください。体調に異常を感じた場合は医療機関などにご相談ください。混雑した場所や感染リスクの高い場面、場所へ外出をする際は十分注意してください。マスク着用については熱中症にもご注意いただき、場面に応じて適切に着用をしてください。新型コロナウイルス感染症に関わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。市民の皆さんが思いやりの心を持って支え合いの輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えてまいりましょう。よろしくお願いいたします。